はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回はですね、4月24日に発売予定されている聖剣伝説3の、リメイク版ですね。はい、これについてね、ちょっと、まあ、新作のね情報と、あとね過去の思い出話をしながら、はい、語っていきたいなと思います。で、まずこの聖剣伝説3、僕ね昔結構やってましたね。はい、で多分今画像で出てると思うんですけど、このね主人公6人の中で男3人ね、このデュラン、ケビン、デホークアイ、いつもこの3人でやった気がするな。まあたまにねアンジェラとか加えて、うん、まあ基本ねケビン主人公で、はい、やっていたんですけど、いやー復活しましたね。でどういうところが改良されたかというと、リメイクになってまずグラフィックの向上ですね。当然ね今の時代に合わせて 3D で、はい、でグラフィックもかなり向上して、まあプレイできるということで、いやめちゃめちゃいいですよね。トレーラーの動画とかも見たんですけど、いやめちゃめちゃ面白そうだった。あのこの聖剣伝説はドラクエとかねファイナルファンタジーと違って、ちょっとアクション系の戦闘じゃないですか。僕ねあんまりそういうの、うん、好きじゃなかったんですけど、このゲームに至っては、いや普通に面白いなと思って、はい、やっていましたね。まあだからちょっとテクニックもいいのかな、うん、敵の攻撃を受けたりね、まあそんなあんまり記憶はないんだけども、まあ多分動画というかねトレーラー見てる限りだと若干戦闘テクニックもいるのかなと。はい、でもう一つがバトルシステムの再構築ですね。ジャンプやコンボ攻撃で敵の攻撃回避など多彩なアクションで再構築されたバトルシステムってなってるんで、多分当時とは、まあ、若干違う感じになってるのかな。コンボ攻撃ってあったかな、あんまり覚えてないんだけど、ジャンプは多分なかったと思うんで、はい、そこら辺がね新しい要素として加わってるみたいですね。あとキャラクターボイス対応ということでね、キャラクターのボイスが出て、これどうなんだろう。正直ねこういうキャラクターボイスない方が僕的にはなんかいいと思うんですけど、まあ普通にね、まあ現代のゲームということでキャラクターボイスはついてるみたいですね。で声も聞いたんですけど、なんだろう、アンジェラの声がなんか思ってたのと違ったなっていう、思ったより幼いって感じ。そこだけはねちょっと若干違和感残ったかなと。まあでもね普通にボイスあった方がいいっていう方多いと思うんで、はい、これはね普通にいいところかなと思います。でサウンドもアレンジされてるみたいですね。なんか全60曲をアレンジ収録ということで、うん、まああんまり当時のオープニングとかねちょっと印象的な BGM は覚えてるんですけど、そこら辺がねまたどういう風に変わったのかっていうのも、はい、楽しみにして、まあ、発売待ちたいなという感じで、まあとりあえず公式に出ている新情報というかシステムが変わったところはそこら辺みたいですね。で次はキャラクターについて語っていきたいなと思うんですけど、まあデュランね、デュラン、まあ、僕ね大体さっきも言ったんですけど、ケビンを主人公にしてデュランをね大体2番手ぐらいに入れてたかな、うん、でやっていたんですけど、まあ普通に剣士ですよね。なんだろう、あんまりなんか使いやすいっていう感じもないし、普通に主人公っていう感じあったかな、うん、まあ皆さんと同じと思うんですけど、普通にね打撃要因として攻撃要因として入れてたっていう感じでしたね。で続いてがアンジェラ、こいつはまあちょくちょく入れてたんですけど、まあやっぱりねこういう RPG ゲームで魔法系の魔法使いが欲しいということで入れてたんですけど、確か遠距離攻撃ができたと思うんで、こいつ普通に強かったな、うん、全然使えたと思う。ディランはね普通に攻撃ばっかで淡白な感じだったんですけど、このアンジェラは魔法も使えてね、まあパーティーにバリエーションが出るということで結構重宝してましたね。で続いてケビンね、こいつ大体こいつ使ったこいつね、まあディランと同じ攻撃型のキャラクターだと思うんですけど、なんか素晴らしっこかったイメージがあるんだけどな、パワーもあるし素早さもあるしみたいな感じでね、うん、めちゃめちゃ強かった記憶がありますね。だから僕にとっては一番思い入れのあるキャラって感じですね。はい、でシャルロット、こいつはまあ一回も入れたことなかったからまず男か女かも知らねえっていう、まあ少女らしいんですけど、うん、回復が使えたのかな。僕ねこのゲームどうやって回復してたか覚えてないんですよね。多分回復魔法とかあったと思うんですけど、基本アイテムで回復してたのかな。まあちょっと多分回復役だったっていうイメージがある感じかな、シャルロットに関しては。そして続いてはホークアイ、こいつはまあ盗賊らしく素早さがね高くて、うん、機敏な動きで敵を翻弄するっていうイメージだったかな。なんか砂漠の街っていうイメージがあるんだけど、はい、こいつもよく使っていましたね。で最後がリース、こい
つは多分女キャラクターの中では一番主人公なのかな。全く使ったことなかったですね。いやこいつ入れるんだったらデュラン入れてたから、うん、ほとんど記憶にないんですけど、なんかね結構公式の方では推しキャラみたいな感じで人気あったのかな。はい、ほとんどね使ったことのないキャラクターなんで、戦闘とかどうなんだろう。槍みたいなの持ってるから多分中距離ぐらいで活躍してくれるのかなって感じで、はい、まあ、主人公のキャラクターに関しての印象はそんな感じでしたね。で敵キャラね、このゲーム結構敵キャラもね、うん、魅力あるんですよね、謎の感じで。でこのリメイク版になると結構顔もはっきりしてて、なんだかね昔ほどのなんか怖さがないな。ぶっちゃけ昔はなんかうわこいつら怖えなっていう感じの、うん、人たちだったんですけど、なんかリメイク版になってね全然普通の人たちが、まあ、死を食らう男だけはちょっと怖いけど、グレンの魔導士とか、なんだ美獣イザベラって呼ぶのかな、こいつらに関しては全く普通に主人公キャラでもおかしくないっていう感じよね。気はしますね。いや昔の方がこれちょっといいと思うんだね。なんか、まあ、昔はね本当にこいつらいつもね裏で操ってくるみたいな感じで、ものすごいまがまがしいね雰囲気を感じてましたね。特にこの死を食らう男、大体ね僕ケビンでプレイしていたんで、この死を食らう男をねいつも追っていたんですけど、なかなかゲームクリアまでできなかったね。多分クリアしたの1回ぐらいしかないと思う。大体ねあのドラクエとかと同じで転職ね、これの場合はクラスチェンジからするところまで行くんですけど、そこでなんか満足するみたいな感じでね、多分クラスチェンジのこと考えたら 5,6 回はそこまでやってたかな。でクリアしたのは1回だけみたいな。ドラクエもそういうとこあるじゃないですか、もう転職がね面白くてそこまで行くんだけど、ダーマ神殿までは行くんだけど、転職したらなんか思ったより職業の熟練度上げるのしんどいなみたいな感じでやめたりしてたんですけどね、ドラクエ6とか7とか聖剣伝説のクラスチェンジに関しても、はい、全く同じような感じで、そこまでは頑張るけど、まあその後ねもういいやみたいな感じに良くなっていました。はい、うん、そしてねトレーラー見た方は分かると思うんですけど、めちゃめちゃ面白そうですよね。映像も綺麗だし、僕もねそれ見てちょっとね今回動画出してみようということで、はい、まあ軽くなんですけど聖剣伝説3のリメイク版に関して語ってみました。4月ね24日に発売予定ということで、はい、まあ昔やってた方もねまだやってないよっていう方もぜひぜひ購入してね楽しみましょうということで、はい、アポロンが聖剣伝説3のリメイクに関して語ってみました。ご視聴ありがとうございました。